こんにちは、キットマン北海道探索チャンネル。今回は滝川市、東滝川町、一部赤平市も入っております。ご覧ください。まずは赤平市からご覧ください。赤平駅前でございます。お店開いてますね、結構ね。賑やかでえ、なかなか活気のある状態となっております。え薬屋さんえ、美容室、そして電気屋さんなんかが見ることができます。 空地方面で豪雪地帯ということもあるので、このように雪が降っている日っていうのは必ず車間距離を空けないとあ、ぶつかってしまう恐れがありますからね。よく前の車と車間距離を空けて走行するようにした方がいいと思います。そしてこちらの日高屋さん、1937年創業の,この建物も含めて最高ですね。 岩見沢より北、え、足別とか、え、赤平とかね。雪が降るとこのように建物の半分ぐらいは隠れている状態っていうことになるんですよね。こういう姿を見ると、やっぱり空地方面に来たよなって感じがします。看板が下ろされてシャッターも降りている状態の建物。どんなお店が入っていたのかなって非常に気になりますよね。 そして、警備員ですね。警備員の方がいるんですけれども、夜はね、非常に寒いと思います。足先とかね、手先とかしっかり、こう、厚くしないと、もう、凍えてしまいますね。この建物、ちょっと変則的で面白いなと思って見てたんですけれども、お店、お店っぽいような、なんか作業所っぽいような、そんな雰囲気がありました。すごい、珍しい作りですよね。 そしてここからが東滝川でございます。東滝川駅という、えー、今のね、JR 北海道の駅もあります。ここがメインストリートで、まっすぐ行くと東滝川駅になります。 車の上に積もった雪っていうのも非常に背丈が高いですよね。この時期12月っていうのは気温もまあまあ高いので雪にこう水がすごい含んでいる状態っていうのかな。非常に除雪しても雪が重くて除雪しづらいんですよね。郵便局でございます。まあこの辺では目印として一番わかりやすい建物なのかなと思って見ておりました。 ああ、もうね、年賀はがきのシーズンですね。もちろんはがき。うちはね、父親亡くなってますからね、年賀状、あの、出しませんので、ご了承ください。そして、目立つ建物といえば、まあ、こちらのカットパーマの建物ではないでしょうか。まあ、雪降ってもね、あの、遠くにあ,あるなーっていうのがすぐわかる色使いです。東滝川駅っていうのは、滝川駅から赤平駅の中間ぐらいというイメージでいいのではないでしょうか。東滝川駅 東滝川は下幌倉という名前でした。明治23年に屯田兵が入ってきました。ここは炭鉱町ではなく明治39年以降農地が広がります。昭和50年代に住宅地が増加しました。 東滝川っていうのはもうほぼ赤平に隣接してる雰囲気です。そしてこちらが東滝川駅でございます。1913年にホロクラ駅として開業。1954年に東滝川駅となりました。 では、軽く観察することにしてみましょう。このように列車の本数が非常に少ないため、ちょっとでも雪が降ってしまうと、足場もなくなってしまう。そんな状態でございます。ただ、扉はね、がっしりとしております。ああ、このカラフルな椅子、いいですよね。あの、ガチャンコのガムを思い出しました。こういうカラフルなガムが入っているガチャンコありますよね。なんかそのガムを思い出しました。 これだけ椅子があるっていうことは、これだけ椅子が必要だった時代があった、そういうことだと思います。 時刻表なんですが、左側の11時2分っていうのを逃してしまうと、16時48分まで列車を待たなければいけません。そして逆方向、9時50分の乗り逃してしまうと、15時46分まで列車が来ません。まあ、ここっていうのは、昔は特急列車が通過していました。札幌から帯広釧路方面に行く特急大空も、 えー、滝川経由でした。今みたいに赤昌線、トマムとか新湯張っていうのはなかった時代ですからね。特急列車がここを通っていました。この雪すごいですね。圧巻です。圧迫感があります。ゴーンというね、前にこう出てくる圧迫感、表現しづらいです。そして、まあおそらく前世紀だった頃の、えー、東滝川駅周辺の地図だと思うんですけれども、なかなか大きい街ですね。 そして、実際に駅にも東滝川の昔の呼び方、下ホロク倉でしたよというのが書いてあったり、羊の牧場があって北海らしい情景ですよ、そんなようなことが書いてあります。まあ農地でしたよっていうね、まあ農地として広がりました。そんなことも書いてありました。 札幌から十勝方向に行くときも、この滝川、東滝川を通って、この十勝道路っていう道路ですよね。明治時代に開通した道路を先ほどの馬車に乗って、まあ、馬に乗ってね、馬がこう貨物を持って道を歩いていく、そういう道順だった。そんなようなことが書いてあります。そして蒸気機関車が橋をこう渡っていく姿のイラストっていうのも圧巻でした。 実際見てみたかったですねそしてこの豪雪地帯を郵便局の株が配達するこの手際の良さ素晴らしいテクニック、えー、雪が深い日も氷で滑る日も同じように走っていくっていうね素晴らしいテクニックを見ることができました同じ株乗りとしてはねもうレベルが高いもう神的な存在でございます 豪雪地帯のバス移動というのは、まずはバス停を探すところから始まります。遠くから見るとね、あの、もう雪で埋もれてバス停に見えないっていうこともありますからね、吹雪だと。このコーナー、すごいですね。えそしてこちらの方は、車に乗っかった雪を車を前後させて落とす作戦だったらしいんですが、えうまく、 雪が落ちないらしく、結局は降りて、スコップで車の積もったね、雪を降ろすというね、急がば回れでございます。で、これがね、情景なんですけれども、農地からまあ開拓、まあ、農地を広げた時代があったと説明したと思うんですけれども、この農地が広がっている状態の冬の姿でございます。なんと、川で 滝川海牛っていう、その海牛がいたんですが、その化石を見ることができるらしいんですが、この季節だとね、なかなか難しいので、雪が解けたらね、ちょっと見に行きたいな、なんて思っております。まあ、東滝川の一番好きなところは、やっぱり、豪雪地帯の郵便局員の株の扱いと、あと、待合室のこのカラフルな椅子かな。 あと、床の感じもすごい好きですね。そんな感じで、東滝川町でした。ありがとうございました。